はい、今日はですね、チェーンの汚れの落とし方ということで、今回はサビですね、これの落とし方やっていこうと思います。チェーン錆びます。はい、簡単に錆びます。すぐ錆びます。もう、雨降って一晩置いといただけでも錆びます。はい、なぜかというと錆びやすい金属を使っているからです。はい、なんで錆びやすい金属を使うんですか。それは別に錆びやすいから使っているわけじゃなくてですね、構造上こういう用途で使える金属を探していくとどうしてもそうなるんですね。だから油で保護してるんです。はい、で、じゃあ錆びちゃったよ、ね、そしたらどうしたら落ちるの。はい、簡単です。乗ってれば勝手に落ちます。はい、乗ってれば勝手に落ちるんですけど、まあ、ちょっと大事なバイクでそれは嫌だなと思う人もきっと多いと思うんですね。で、まあ、今回ちょっとそれでサビの落とし方やってみようと思うんですけども、チェーンのサビっていうのは表面が錆びているのとはちょっと違うんですね。チェーンは使ってるとどんどん減っていきます。はい、摩耗します。摩耗するってことはチェーンその表面が表面チェーンやスプロケットですね、表面が少しずつこう粉末になって、散っていくというようなものなんですけども、それがですね表面に付着して油等で付着してそれが錆びております。だからちょっと近くやってもらえますか。このチェーンのこういうところの錆っていうのは表面が全部錆びちゃってるように見えるんですけど、実を言うとですね拭くと落ちるんですよ。こうやってでも油が混じってるのでそこでこのチェーンクリーナー、別にこれじゃなくてもいいですよ、似たようなものがあれば何でもいいんですけど、これをこう拭いてやってですね、ほんでこうブラシでこう歯磨くみたいにこうやってこすってやります。はい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 、こすってやる。まあこうやって濡れてきますよね。はい、でこすってやる。ゴシ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 で、こすってやると、で、本当はメリアスのウエスがいいんですけど、ちょっとないんで、キッチンペーパーで代用しますけど、こうやって拭きます。はい。どうですか？ね、割と落ちてくるんです。で、チェーンのコマって、ね、こういうところっていうのはですね、こう回るようにできてるんですよ。くるくるくる、くるくるくる。ほら、こう。拭いてやるとまた黒く回ってくるんで、そしたらまあゴシ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 、もうこれだけでだいぶ落ちますんで、はい、ね、今軽くやっただけですけどだいぶ色が全然違うのが分かると思います。はい、で、これをですね、まあ洗い終わったらこう拭くのもいいんですけど、水またはパーツクリーナーですね。で、ざーっとこの、洗い油をですね、洗い流してください。で、その後に十分乾燥をさせて、その後にですね、チェーンガードもしくはチェーンルーブなどのですね、油を上から拭いてやるというのが一番保護になりますね。で、まあ、あとはこういう表面とかこうゴシゴシやるよりもこうやって紙とかでこう拭いちゃった方が落ちます。ちょっと寄ってもらえます？例えばこうやってよくチェーンってこうなってますよね。こう黒く汚れてると思うんです。こういう風に黒く汚れてると思うんですけど、こういう表面もですねこうプレートとも拭くと拭けば簡単に綺麗になります。ほら、特にメッキのやつはこうやってほら綺麗になっちゃいます。ええ、で、あとはまあこういう隙間ですね。隙間、まあ歯ブラシと同じですよ。こういう隙間で落ちづらいやつはこうやってゴシゴシとやってですね、はい、浮かせてこう取るというようなことを、まあ、一周センタースタンドがあるとやりやすいです。注意点、絶対にやってはいけないこと、時々コメント欄にも入るんですけど、センスタ立ててこんなのエンジンかけてでタイヤ空転させてやってこうやってザーってやれば簡単じゃねえか、はい、っていう人がいます。確かにそうかもしれないんですけども、いいですか、アイドリング状態で回転してるだけで十分にここに挟まる力っていうのは指を切断できます。はい、そのぐらいの強烈さなのでエンジンというのは。で、もしこう服が絡まったとか言ったらですね、こう服が絡まってわーって人間の力でそれをうーって止めるっていうのはかなり腕力がある人じゃないと無理です。私の友人でですね、ここのスプロケットに指を巻き込まれてですね、半分切断した人がいます。
あの僕はそこまではやったことないんですけども、あの回転物っていうのはですね非常に危険です。はい、あのスクーターのスカイウェーブとですね駆動系ばらしてるときにエンジンかかってなかったんですけども、自分でこうあのプーリーをこう手で持って素手ですよ、で回そうとしたときにあのプーリーとベルトの V ベルトの間に指が挟まったんですけども、もうあの指先なくすかと思いましたね。なんとか逆回転に戻すことができて、あの指は抜けたんですけども、それ以来ですね僕回転体を触るときは必ず今素手ですけど、あの必ず軍手をする、それからあの動力がかかっている状態では絶対に触らない、あのっていう2点ですね守るようにしてます。あのエンジンかかってないからってあの怪我しないとは限らないですよ。例えばあのこの辺をこう持ってガッて動かした、そしたらタイヤがぐるって回って手が挟まるとかですね、あの周りに人がいればいいんですけど、一人だとどうにもならなくなってしまうこともありますんで、十分に注意してください。はい、であのすいませんね話飛びましたけど、でこのチェーンのクリーナーっていうのは要するに油、こびりついた油を落とすためのものです。でよく見るとチェーンだけじゃなくてですね、こういう軸のところですね、はい、こういうとことかこういうとことか、油汚れがあるんですよ、ね、こういうとことかですよ、はい、でこういうとことかも、使えますんでやりづらいけど、ね、こうやってあの汚れを落とすことができますんで、こういうですね、油を落とすチェーンクリーナー系のスプレー、安いんでこれあの1本があるといいんじゃないかな。で、あとはそうですね、あんまないと思うんですけど、まあ、僕よく他の動画でもしつこい油汚れクレンザーで落としてますね。はい、そういうクレンザーでこう洗うのも、あの塗装面使っちゃダメですけど、無垢のところで非常に油汚れが厳しいところだと有効じゃないかなというふうに考えてますね。はい、というわけですね、どうですか、こうやったところだけ全然色が違うと思うんですけど、上から見てどうですか。はい、これさっき地味にテストでやって、ここやってない、ここやった、だいぶ色変わってます。はいね、はい、こんな感じで、チェーン の錆汚れ、簡単に落とせますので、チェーンクリーナーっていう商品は別にワコンズじゃなくても他のメーカーでもいっぱい出してると思うんですけども、うちではこれをが使い一番使いやすいように使ってます。はい、なので、皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いです。はい、二宮翔平ホワイトベースでした。ありがとうございます。